はい、どうもパテモス協会でございます。本日はちょっと初めて作りました。ツナたらこ、たらこツナパスタです。入っているのはしめじ、キャベツ、ツナ、たらこで、味付けは白だし、醤油、バター、マヨ、塩コショウ、それぐらいですね。で、青のりと大葉が乗って、レモンです。ちょっとレモンね、やった方が美味しいかなと思ってやりました。はい。あとこちらは、ラストになりました。オクラ茶碗、おからで作ったトーストをピザトーストにしました。入ってるのは、ハム、玉ねぎ、ピーマンですね。はい、チーズと、味付けはマヨマスタード、黒胡椒、ケチャップでございます。あと、タバスコっぽいのがかかってます。というわけで、いただきます。カチャンってごめんね。大葉は5、6枚使ってますね。混ぜましょう。いただきます。ちょっとやりすぎたかな。多かったかな。たらこは一腹です。はい、一腹とシーチキン一缶。めっちゃうまい。うまい。あ、切れてなかった。全然醤油いましたね。醤油もちょっと入れました。うまキャベツとしめじはパスタと一緒に茹でました。軽くね。あ、これうまいわ。めっちゃうまい。パスタ200ぐらいと思いますね。乾麺200なんで、500ないね、400ちょっとぐらいかな、茹で上がりでね。結構こう柔らかいパンなんで、フォークとナイフでいただきます。おいしい。うまいな。なんかピーマンと玉ねぎ入ってたら、なんかもうそれだけピザっぽいね。タラスパうまいな。シーチキン混ざってるけど、うまい。
うますぎる。めっちゃうまいわ。ツナとタラコ合うな。でバターがとろけ出てきてる。バターがとろけ出てきた。
熱っ。食いすぎです食べすぎました。お腹パンパンです。というわけでパテモス業界ツナタラコスパとピザトースト食べました。ごちそうさまでした。晩飯もいらん。うん。